鬼滅善逸下漬け広が、結婚初告白、赤ちゃん抱っこでチャリ散歩なパパの顔もはや説明の必要はないだろう。人間を食う鬼たちと、鬼コロ隊と呼ばれる剣士たちとの壮絶な戦いと、大切な人たちとの絆を描いた超ヒットアニメ、鬼滅の刃。昨年、公開された映画、劇場版、鬼滅の刃、無限列車編は、 工業収入400億円を突破。日本映画史の記録を塗り替えた9月25日にその映画が地上波で初放送。大反響でした。秋からはフジテレビ系列で続編シリーズの放送もスタートしますから、年末にかけて日本中がまた鬼滅一色に盛り上がっていくでしょうね。テレビ史編集者、主人公、かまど炭治郎、その妹で 鬼のまめ子、イノシシのひり物の二刀流剣士、くちばしひらいこれ女、炎柱煉獄暗図と虫柱古町忍ぶ、最強の敵機仏事無ン、敵味方問わず、個性的、魅力的なキャラクターがひしめく、鬼滅にあって、ファンから圧倒的な人気を集めているのが、雷の呼吸あがつま全日だ。普段は頼りなくて泣き、ごとしか言わないヘタレキャラなんですが、 一び覚醒すると、鬼を一撃で切り裂いてしまうほどの強さ。そのくせ、底抜けに優しい心の持ち主で、その、ギャップ萌えはもちろん、演じている声優さん自身が、ちょっと善日っぽいところも指示を集める理由。アニメ制作会社関係者二人目の子供が生まれて、それが声優、下月紘。数々の人気アニメ作品に出演するだけでなく、 最近は KATTUN、UM、亀梨和成主演のドラマ、レッドアイズ、監視捜査班や人気バラエティ番組、舞台にも出演、歌手として CD もリリースしている。今年、下月さんはアニメ界のアカデミー賞といわれる声優アワードで MVS 賞を受賞しました。一般のファンからの投票だけで受賞者を決めるという賞で、主演男優賞よりも価値があるとも言われています。 それを、ぶっちぎりの得票数で得たのが下野さん。つまり、今、日本で一番人気がある声優なんです。前でアニメ制作会社関係者。実は、前日、いや、下野には、ファンには見せないもう一つの、顔が。実は下野さん、結婚しているんです。この夏、二人目のお子さんも生まれたそうですよ。声優事務所関係者、これまでファンの間でも、 結婚してるのいや、してない、と、たびたび論争が繰り広げられてきた下ヤだが、やっぱり、9月下旬、秋晴れのある日、下付の自宅を訪ねた。昼下がり、自転車に乗った下付の姿が、ふと見ると、下付の胸には抱っこ紐にすっぽり収まった小さな赤ちゃん、もう一人の子供、そして妻とおぼしき小柄な女性と、家族4人で自転車に乗って近所の公園へ、 すっかり虹のパパの顔で、束の間のオフを家族と楽しんだようだ。翌日の夜、仕事から帰ってきた下付けに声をかけると、思いのほか落ち着いた様子で、とても大事な話なので、ここではなくて、きちんとお話ししたいのですが、そこで美を改めて、所属事務所にゲアを訪ねた。今、子供は2人です。2人目はこの夏、生まれました。最近はなかなかできませんが、 休みの日に妻や子供と出かけるのは、割といつものことなんです。ゲアだってバレないかって、ないですくしょう。電車に乗っていても道を歩いていても、本当に気づかれなくて、親しいパパ友やママ友の中には、僕の仕事を知っている方もいますけど、みんな、やっぱり子供のことが中心ですから。鬼滅善逸、下月広が、結婚初告白。 赤ちゃん抱っこでチャリ散歩なパパの顔もはや説明の必要はないだろう。人間を食う鬼たちと、鬼コロ隊と呼ばれる剣士たちとの壮絶な戦いと、大切な人たちとの絆を描いた超ヒットアニメ、鬼滅の刃。昨年、公開された映画、劇場版、鬼滅の刃。無限列車編は、工業収入400億円を突破。日本ネガ師の記録を塗り替えた。 9月25日に、その映画が地上波で初放送。大反響でした。秋からはフジテレビ系列で、続編シリーズの放送もスタートしますから、年末にかけて、日本中がまた、鬼滅一色に盛り上がっていくでしょうね。テレビ誌編集者、主人公、かまど炭治郎、その妹で、鬼のねまめ子、イノシシの非微物の二刀流剣士、くちばしひコレ 炎柱煉獄アンズとし虫柱古町忍最強の敵機物事無残。敵味方問わず、個性的、魅力的なキャラクターがひしめく、鬼滅にあって、ファンから圧倒的な人気を集めているのが、雷の呼吸あがつま全だ。普段は頼りなくて泣き、ごとしか言わない下手でキャラなんですが、一び覚醒すると、鬼を一撃で切り裂いてしまうほどの強さ。そのくせ、 底抜けに優しい心の持ち主で、そのギャップ萌えはもちろん、演じている声優さん自身が、ちょっと前日っぽいところも指示を集める理由、アニメ制作会社関係者二人目の子供が生まれて、それが声優、下月広。数々の人気アニメ作品に出演するだけでなく、最近は KATTUN、亀梨和成主演のドラマ、レッドアイズ、 監視捜査班や人気バラエティ番組、舞台にも出演、歌手として CD もリリースしている。今年、下関さんは、アニメ界のアカデミー賞と言われる、声優アワードで、MVS 賞を受賞しました。一般のファンからの投票だけで、受賞者を決めるという賞で、主演団優勝よりも価値があるとも言われています。それを、ぶっちぎりの得票数で得たのが下関さん。つまり、今、 日本で一番人気がある声優なんです。前でアニメ制作会社関係者。実は、前日、いや、下付には、ファンには見せないもう一つの、顔が。実は下付さん、結婚しているんです。この夏、二人目のお子さんも生まれたそうですよ。声優事務所関係者。これまでファンの間でも、結婚してるのいや、してない、と。 たびたび論争が繰り広げられてきた下屋だが、やっぱり、9月下旬、秋晴れのある日、下漬けの自宅を訪ねた。昼下がり、自転車に乗った下漬けの姿が、ふと見ると、下漬けの胸には抱っこ紐にすっぽり収まった小さな赤ちゃん、もう一人の子供、そして妻とおぼしき小柄な女性と、家族4人で自転車に乗って近所の公園へ、すっかり虹のパパの顔で、 束の間のオフを家族と楽しんだようだ。翌日の夜、仕事から帰ってきた下付けに声をかけると、思いのほか落ち着いた様子で、とても大事な話なので、ここではなくて、きちんとお話ししたいのですが、そこで美を改めて、所属事務所にゲアを訪ねた。今、子供は2人です。2人目はこの夏、生まれました。最近はなかなかできませんが、 休みの日に妻や子供と出かけるのは、割といつものことなんです。ゲアだってバレないかって、ないですくしょう。電車に乗っていても道を歩いていても、本当に気づかれなくて、親しいパパともやママともの中には、僕の仕事を知っている方もいますけど、みんな、やっぱり子供のことが中心ですから。